カーチスライト CW-21 オランダ領東インド陸軍航空軍の CW-21B デーモンカーチスライト CW-21 は1930年代にカーチスライト社のセントルイス航空機部門で開発されたアメリカ合衆国の戦闘機迎撃機である1938年にカーチスライト社のセントルイス航空機部門の長を務めるジョージ・ページは カール・スコット設計の荷崎モデル19を元にした戦闘機の開発を決めた。ページの構想は敵爆撃機編隊を奇襲するに足る高い上昇力を持つ軽量迎撃戦闘機であった。戦闘機に対しては格闘戦を行わず、その卓越した上昇性能により戦闘を回避することを想定していた。これはアメリカ陸軍航空軍の戦闘機に対する 要求とは、真っ向から反するものであったが、この新型戦闘機は、輸出を目的としていたため、ページは意に返さなかった。モデル21または、CW-21 と呼ばれる、新型戦闘機の詳細な設計は、主任技師のウィリスウェルズ率いるチームによって手掛けられた。これは、タンザの全金属製型持ち式低翼単容器で、引き込み可能なオリン式膠着装置を備え、 主脚は後方に向き引き上げられ、主翼仮面の覆いの中に格納された。胴体は、コックピットの直後から急激に先細り、形状となった、セミモノコック構造であった。エンジンは、出力 1000HP のライト R-1820G5 クール A 級気筒星型エンジンを搭載していた。機関銃を2丁、30インと、50インの多様な組み合わせで、 プロペラドを超装置とともに機種に搭載するよう設計されたが、走行版や自動防老式燃料タンクは重量削減と性能向上のために装備されなかった。民間の実験機用登録記号 NX19431 を付けた試作機は1938年9月22日に初飛行を行った。CW-21 は アメリカ軍部から開発を依頼された機体ではなかったが、デートンにあるライト飛行場で試験飛行が実施された。ユザックは、この機を着陸させるには添付の際が必要であるという飛行将校のコメントと、共に即刻この機体を却下した。CW-21 の試作機は、中華民国空軍による評価試験を受けるために中国へ送られた。中国側は、 CW-21 の性能に感銘を受け、購入に関する交渉が始められた。この交渉が進められる一方で、試作機は日本軍の重軽死爆撃に対する戦闘に投入され、カーティス社のテストパイロットであるボブ・フォゼルは1939年4月4日に、意識重爆撃機の撃墜を記録した。中国側が試作機を譲り受け、三機の完成機を カーチス社が製造し、さらに27機分を組み立てて、キットとして購入するという内容で、同年5月に契約は締結された。機体の組み立ては、中国ビルマ国境近くのローウィンにあるキャンコにより行われ、これらは、各2丁の50インと30イン機関銃の武装を装備された。カーチス社製造分の3機は1940年5月に、 中国に向けて船積みされ、これらは第一アメリカが衆国義勇軍に引き渡され、同部隊は高高度で飛来する日本軍偵察機の迎撃に、これを使用しようと考えていた。この3機は1941年12月23日のラングーから昆明への飛行の途中で、視界不良により墜落、破壊された。進軍する日本軍により1942年に、 キャンコのローイン工場がインドへ避難せざるを得なくなるまでに、キャンコで組み立て予定の27機のうち完成した機体はなかった。その間にも、カーチス社は CW-21 の改良型である CW-21B の開発を進めていた。主な際は、カーチスライト CW-23 武装練習機用に開発された。 新たに内側に引き込まれるようになった主脚と反、引き込み式のオリンと、その他には油圧作動式フラップがあった。重量が増加していた CW-21B は、オリジナルの CW-21 よりも高速であった反面上昇率は低下していた。1940年4月に、オランダの陸軍航空旅団は、近代的な実戦機を欲して、 カーチスライト社に24機の CW-21B を発注した。1940年5月15日に進行するドイツ軍にオランダ陸軍が降伏したオランダにおける戦いが終わると、この CW-21B の発注はオランダ領東インド政府のオランダ領東インド陸軍航空隊へと移譲された。 24機の CW-21B は1941年2月に、ジャワ島のバンドンにあるアンティアー飛行場で組み立てられ、第砲飛行隊、第2飛行中隊の装備機となった。カーチスライト車の軽量構造により、構造的な不具合の発生率が上がり、膠着装置に亀裂が生じて、飛行停止になる機体も出現して1941年12月8日の、 太平洋戦争開始時には修理待ちとなっていた。軽量構造、星型エンジン、低い翼面荷重、限定的なパイロット防御、自動防老式燃料タンクの欠如といった点で、CW-21B は連合国側の戦闘機の中では最も敵対する日本軍のそれと似ていた。上昇率では一式戦闘機や零式艦上戦闘機に勝っており、武装は、 一式戦闘機と同等であったが、機関砲装備の零式艦上戦闘機よりは、劣っていた。2 v l g 砲は、来院作戦時に4機の撃墜を報告しているが、m l ナイオールは、非常に多数の日本軍機に圧倒され、間もなく装備する戦闘機のほとんど全てを戦闘または、地上で、撃破されて失った。日本軍に露隔された、ボーイング B-17 フライングフォートレス。 カーチスライト CW-21B、カーチスライト CW-22、オランダ領東、インドが陥落すると、日本陸軍は数機の CW-21B を六角した。これは、東南アジア地域で ML ナイウォールが連絡機として使用していた機体であった。これらの CW-21B は、 ジャワ島のバンドン飛行場で編成された、露角機調査専門班の調査を受けた。なお、シンガポールにあった、陸軍航空審査部の支部で日本側が撮影した写真が残されており、これには、素晴らしい状態で露角された1機の CW-21B が、同様に露角された、ボーイング B-17 フライングフォートレス、その他の連合国軍機と共に写っている。 カーティスライト社は1945年まで一機の CW-21A を資産目録に掲載していた。その他の情報は残されておらず、それがどうなったかは不明である。カーティスライト CW-21A 出展、カーティスエアクラフト1907-1947初言性能武装。ありがとうございます。